皆さんこんこにちは、えー、いよいよ今日からスタートします、えー、ほぼ毎日読む新聞赤旗ニュースピックアップ。この番組はほぼ毎日新聞赤旗から、えー、気になる記事をご紹介する番組です。新聞赤旗、皆さんご存知でしょうか、えー、今、自民党の裏金,裏金疑惑、 裏金疑惑の問題、毎日、ね、大きなニュースとして流れていますけれど、おそのきっかけとなったのが、この新聞赤田のスクープ記事です。ということで、今、この新聞赤田に、えー、注目が集まっているかと思いますので、えー、こちらの方の新聞赤田、どんな新聞なのか、どんな記事が掲載されているのか、これからですね。 え、日刊版、日刊紙の方から記事を、気になる記事をご紹介していきたいというふうに思います。えっと、新聞赤旗っ,っていうのはですね、その政党の機関誌、えー、つまり日本共産党の機関誌。 なんですけれどまあいろんなもちろん、うん、ニュースをですね報道していて、まあ、その中で、えー、今回はですねそういうスクープ記事、自民党の裏金疑惑スクープ記事も出たということなんです。で、この新聞は2つ種類がありまして、1つはその日曜版、えー、毎週1回発行される日曜版が1つあります。そして、えーまあ 毎日、毎日発刊される、発行される日刊誌もあるんですね。で、私というか、この番組ではですね、えー、日刊誌の方を毎日、ほぼ毎日ご紹介したいというふうに思っています。えー、日曜版の方はですね、別の番組が、えー、この学校カフェさんの方のチャンネルでございますので、まあ、そちらのもぜひ、えー、合わせてご覧いただければというふうに思います。 はい、早速では、えー、始めたいと思いますけど、私は JCP サポーターの北平道利氏と言いますこのこっち。こっちかな、こっちに下,下に出てますかね、北平道利と言いますので、よろしくお願いします。はいえー、で今日はですね、今日はえーとまあ今日は29日、1月29日の月曜日、月曜日なんです、えーと。この背景にあるこの桜島、金庫湾と桜島の画像、これは今朝のですね1月29日。 桜島フェリーから撮影した画像です、えー、まあ今日はこんなね、いい天気ですね。えー、ということで,で、あと一つですね、あのお断りですけれど、まあ、収録は毎日のこの朝の朝寝というかまあ新聞、当日のですね新聞の記事を当日、収録しますけれど、配信、つまりこの YouTube にアップするタイミングとしては、ですねもした1日くらい遅れるかもしれません。 まあ、あの、ニュースってのは毎日、こう、いろいろ新しいものが流れては、こう、消え去るというか、こう、忘れてしまうものもあるので、まあ、1日遅れくらいでですね、えー、新聞記事、ニュースを確認、復習してみるのもいいんじゃないかなと思いますので、そこら辺ご了承、ご了解ください。はい。で、今日は2日分まとめてご紹介したいと思います。えっ、ー、と、一つは、これはですね、えー、1月21日。 8日ですね。1月28日、日曜日のやつ。そして、今日の、うん、これは1月29日ですね。1月29日の、お島この2日分の日刊誌から、えー、気になる記事をご紹介します。はい。えっ、ー、と、で、1月28日は、まあ、昨日なんですけどね。日曜日なんですけど、一面記事。一面はですね、どんな記事が 乗ってるかと言いますと、これなんですね、竹島、あ、こっちか。こっちですかね、ごめんなさい。竹島基地、竹島基地ですね。ちょっとね、バーチャル背景使ってると画面が少し割れますけれど、シ島基地、8827億円。何かと言いますと、記事は、ちょっと読んでみますとね、シ島基地、8827億円。建設費、さらに膨張もと。 ということで、馬毛島、まあ、鹿児島の方は皆さんご存知かと思いますけれど、まあ、全国的にはまだあんまり知られてないかもしれませんね。えっと、今、自衛隊の基地をですね建設してるんですね。でこれがその今、沖縄の辺野古の方も基地を建設しているわけですけれど、まあ、あちらは米軍の基地ですよね。で、まあ、米軍あと辺野古の方はですね、 まあ、総工費かかる金、お金がです、ねまあ、約9300億円に迫ると想定しているんだと、政府がですね。で、今ありましたように、この馬毛島も、ね、8827億円。これはまあ契約ベースということで、2012年度以降ですから、11年、12年くらい前からの累計ということで、まあ、契約ベースで。 8827億円、変、まあ、ること、あまり変わらないですよね。で、何かというと、8827億円に上ることが分かったと。防衛省は、最終的な総経費について、着工から1年しか経過しておらず、現時点で答えられないと、本誌の取材に回答を、まあ、赤旗の取材に回答とで。後期は3年程度残っており、まだ3年これからかかる予定だと。 でさらに青天井に膨らむ恐れがありますということなんですよね。もう今ね、この馬毛、まあ、島あの、ご存知、えっと、位置的にはこの鹿児島県の西之表市、まあ、種子島の西ですね、西にある無人島に、まあ、自衛隊の基地を建設しようとしているんですよね。で、もう現地は本当に大変なことになってる、その人がですね、もう増えて。 車も増えてです、ねで、かつ、どれだけに、どれだけ建設費がかかるか、答えられないという、ちょっとね、信じられないですね、何かを作るときに、例えばね、私たち、住宅作りますよね、あのお家を作るときに、まあ、例えば、ね、メーカーさんにいくらでできるんですかということで。 はじゃあ例えば二千万でしょうか、三千万でしょうか、五千万でしょうか、あとね、ただから予算を作って論を組むわけですけど、現時点でわからないこの建設費、マケ島基地の建設費、ちょっと信じられないんですけど、<laughs> えっとで、まあそのまま続けてこう一面なんですけど、一面一面のですね、よしこっちだ、こっちだな、こっちか、はい、これはですね、うん、のとあののと半島の地震ですね、のと半島の地震 何かというと、危険の家、一人残るということでですね、まあ、その一人で自宅にいる女性を訪ねましたと何かというと、ちょっと読みます、本文読みます <coughs>。この方の女性、女性ですね、女性の方の夫は76歳の方が、脳梗塞による半身不随で車椅子生活をしてらっしゃる。で、避難所に入ればよくても段ボールベッド。 介護ベッドが必要な夫には使えず、車椅子に座りたきになってしまうということなので,で、この女性の方もですね、2年前に肺がんを患ったため、新型コロナやインフルエンザの感染が増えている避難所で過ごすのは心配ですと。で、まあ、夫の方はその後ですね、加賀市の病院に移りましたと。で 近所の人はほとんど離れて、まあ、ペットを避難所に連れて行けない人だけがま残っているということで、しかし女性のですね、この方の女性の自宅は、外見からは被害がないように見えますが、中に入ると床は傾き、天井が下がり、柱が床から浮いてあちこちに隙間ができています。発災後、ずっと自宅で過ごし、おせち料理の残りや、 冷蔵庫に残っていた食材を食べて過ごしましたというころでね、このお家の写真が少し載っているんですが、ちょっとひどい状況なんですよね、うんちょっとね、もう本当に避難所がもう大変だということで、皆、ま、さ、あ、ん,んですよね、能登半島を被災されて皆さん、本当に大変だということなんですよね、もう政府がやっぱりねこう、率先してプッシュ型で。 いろんな支援をですね、しっかりやってほしいなと思います。そして、うん、一面なんですけどね、もう、日刊紙全部ご紹介するのはなかなか難しいので、えー、一面を主にちょっとさっとご紹介したいしますけれど、集団殺害防止ってことで何かと言いますと、えー、これはですね、国際使用裁判所が、南アフリえっ、ー、と、これはあの、うん、ちょっと本文読んでみますね。国際使用裁判所。 オランダハーグにある国際司法裁判所は26日、パレスチナのガザ地区でイスラエルが国際条約違反のジェノサイド、まあ、集団殺害、大量虐殺ということなんですを行っているとして、南アフリカが起こした訴訟、まあ、南アフリカが、えー、イスラエルはジェノサイドを行っているということで、まあ、訴訟を起こしたんですね、訴えを起こした。 でそのに関して、この国際司法裁判所、オランダハーグにある国際司法裁判所は、<laughs> イスラエルにジェ,ノサイドボジェノサイド防止のためのあらゆる措置を取ることを命じましたと、命じたということなんですね。まあ、ところがですね、ところがというか、まあ、この軍事作戦の即時停止までは明言しませんでした、即時停止せよというところまではいかなかった。 まあ、とりあえずの、ジェノサイドをやめなさい、ということは、まあ、命令したということなんですけど、ね、もう本当に、パレスチナ、ガダ地区、たくさんの人がですね、犠牲になっている、子供たち、女性がですね、犠牲になっている、国にイスラエル、やめなさい、と言いたいと思います。そして、まあ、今日から、ま、この新聞は型、ね、日中、日韓紙、ニュースピックアップ、 第一回目スタートしたんですが、ちょうどですね、ちょうどというか、っえっ、ー、と、ここですけどね、えっ、ー、と、こっちか、こっち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 、はいねえー、あ、これですね、え、あ、こうですね、新聞赤旗、創刊、96周年、えっ、ー、と、2月1日がですね、創、まあ、刊日、この新聞赤旗のです、ね、日刊誌の創刊日ということで、96周年に今度。 なるんだということで、その、まあ、指揮者、有名な著名の方がですねその、まあ、メッセージを寄せていらっしゃるんです。で、まあ、写真をですねご覧いただければ分かるかとは思いますが、これですね、あちょっとね、ちょっともう一つ綺麗に映らないんですが、はいこちら、あちょっとよく、これですね、えっと法政大学の名誉教授、まあ、前総長。 ですね、トップリーダー、トップでいらっしゃった法政大学の、まあ、前総長でいらっしゃった田中裕子さん、TBS の日曜日にサンデーモーニングという番組がありますけどそこにもよくコメンテーターとしてね、出演していらっしゃいますが、そのお田中裕子さんがですね、まあよ、メッセージを寄せていらっしゃって、何かというと、まあ、見出しを読むと、まあ、信頼の調査報道をさらにいい期待したいということでですね。 えー、ちょっと本文読んでみます。<laughs> 赤旗創刊96年にあたり期待するのは、さらなる調査報道です調査報道、まあ、いろんなことを調べて、それを報道するというのがまあ調査報道と言われてまして、えー、まあ今回の,その自民党の裏金疑惑、これもまあ調査報道の一つですね。で赤旗は論拠、まあ、論となる根拠、イコールまあ証拠を示してスクープし、 追求しているので信頼できますと。追求する意思が簡単には反論できない、ひっくり返せない,返せない根拠を示すことにつながっていると思います。だからこそ、特に検察も動き、他のマスコミも報道しています。そこに大きな期待を持っていますということでね、期待を寄せていらっしゃるあとお一人ですね、こちらの方は、うん、こちらは、あっ、寝てますね、孫崎憂さん。孫崎憂さんはですね、元 外務省、外務省ですよ、官僚さんえ、外務省の国際情報局長という要職を務められた、尾崎さんですけど、えー、なんとおっしゃっていらっしゃるかと言いますと、真実追求の国民的役割を果たしてほしいということで、これも少し最初の方だけ読んでみます。民主主義の根本には、しっかりした報道機関の存在が重要です。しかし、 ここ10年、20年の間に、日本の大手テレビや新聞は、政府の代弁機関と化し、自ら考え、自ら調査するという姿勢を失い、非常に歪んだ報道機関になっています。客観的事実の報道という本質から外れ、権力者の考えの発信を最重視するようになっています。その中で、真実は何かというジャーナリズムを追求するメディアは、 一定の部数を持ち、影響力を持つメディアとしては、赤旗しか残っていないと。まあ、今、赤旗は党の、まあ、共産党のです、ね、機関紙としての政策発信とともに、それ以上の国民的役割が期待されていますと。日本という国のありようのために、ジャーナリズムの一番大事な部分を追求してもらいたいというメッセージを寄せ、ね、<laughs> ていらっしゃいまし、えー、今 今日から始めたこの新聞赤田のですね日刊誌の記事をご紹介しているんですが、これが今度の2月1日でですね、創刊96周年になるということで、えーまあ、指揮者の方がメッセージを寄せていらっしゃるんです、はいます。ということでですね、まあ、これ、日曜日の28日の一面からご紹介しました。今日は2日分まとめてとご紹介させていただきます。えー、と29日ですね、29日。 2 1の島日の新型日韓市からご紹介します。1面はですね、一面は原発回帰への新たなあ、新たな仕掛けということで、まあ、何かと言いますと、これはですね、経産省、経済産業省がですね、分かった、何が分かったかというと、経済産業省が原子力規制委員会の 新規制基準適合審査などで10年以上停止している原発の地元の自治体に最大25億円を交付するなどの規則を新たに設けたことが分かりました。経済産業省がその休んでる原発の地元の自治体にですね、お金を渡すと。サスタボを渡すと。で、対象になるのは、うん、北海道電力 北海道ですね。東北電力の東通り、青森県、北陸電力四、四川県ですね。これ、今度、ちょうど、おまあ、運転停止していたということで、大きな、もしかして、その原発事故が、ね、起きてたかもしれないかわけですよね。で、日本原子力発電、敦賀、福井県などの加原発ですということなんですね。まあ、お金をね、 渡し,渡して原発をあ、まあ、再稼働させるみたいなね、そういう動きを、まあ、経産省がやっているということです。ですはい、そしてですね、えーっと、これもちょっと、ね、気になる基地があるんですけど、ご紹介します。これはこっち。はい、こっちはどうでしょう、はい。ここはですね、これは、うん、何かと言いますこれもこれからですね、大きなもの。 またいろいろと議論を読むことになろうかと思いますけど、<coughs> 24年問題、2024年問題、何かというとですね、あの例のこの、あれですよね、えっとまあ、トラックの物流危機というのが言われています。えっと、ちょっとまずリードを読んでみます。つまり、今、高速道路での最高速度が時速80キロ。 となっているトラック、これも8トン以上のトラックについて、政府は90キロに引き上げるとしています。80キロから90キロに実測、まあ、引き上げると。で、これがトラック運転者不足が起きるとされる物流の2024年問題の処方箋となるのでしょうかということで、<laughs> えっとですね、ちょっと本文読みますね、これどういうことかというのをご存じない方も、 結構いらっしゃるかと思うと、私もそんなにまだ詳しくないんですが、え今年し4月に、運転者の働くルールを定めた改善基準告示が改定されます。そこでは、1ヶ月の拘束時間、これはまあ運転者の方ですよね、いろんなトラ、まあ、特にトラックドライバーの方の拘束時間が原則284時間、まあ、現在は293時間なんですけど、それがまあ減少されますね。 とということで1年間の拘束が、まあ、こう仕事をしないといけない時間ということですよね、が原則3300時間、まあ、年間3300時間へ、わずかに短くなりますと、で現在は、ね、3516時間拘束、まあ、できるというか、ですね働けるというか。ですから これは200時間ぐらい、まあ、短くなるのかなと。ただ、年間ですからね、これ、普通の労働者といいますか、どうなんですかちょっとかなりこれ、多い時間ですよね、労働時間というか。で、4月を前に経済界は人手不足、荷物が届かないと危機を叫んでいます。つまりこのトラックドライバーの皆さんの 働く、まあ、運転する時間が短くなると、その分だけこう荷物が運べないということなんですよね。で、その陰で頭を抱えるのは運転者たちですと、つまりですね、労働強化になるということで、ちょっと読んでみますね、もう少し。関東地方で中距離のトレーラーを運転する男性47歳は、自動車などの材料となる鋼材を運びます。 千葉県内の運送会社に午前3時過ぎに出社。3時過ぎ朝に、朝の。倉庫で鉱材をクレーンで積み、午前4時半に群馬、栃木方面に向かいますと。で、届け先で鉱材を降ろし、千葉県内の倉庫で再び鉱材を積み、千葉県内の工場へと。勤務が終わるのは午後3時から4時ごろ。毎日 2, 2時間から3時間の残業をしていますと。で、この時速、 まあ、運転のですね運転,スピ運転速度、スピードをです、ね、90キロに引き上げて、早く運べる、つまり80キロ、今現在80キロがまあもちろん最高速度なんですよね、高速道路で、まあ。トラック 8, 点以上8トン以上ですね。でそれをまあ90キロに引き上げるということは、まあ、早く動く,動くというか、移動できるということになるわけですけど、で早く運べることを前提に、 運転者のスケジュールを決められたら困ると。それでは、労働強化だと、給料がどうなるのか、会社からまだ説明ないのが不安だと。で、賃金への影響も懸念されています。この男性は、今の基本給は14万円に届かない。今の基本給は、え、14万円に届かない。で月に60時間の残業をやって、ようやく手取り30万円に届く。残業代でなんとか生活できる給料なのに、 4月から残業が減ったらどうなるのかと心配しますと,ということでね。で、これに対して国はですね、対策うしっかりしてないようなんですよね。ちょっとこれはまたこれからずっと続く問題なので、ええー、まあ、取り上げられるかと思いますまたそうですね、ご紹介したいと思います。そして、これはニュースですね、スポーツですけど、これ女子マラソン。女子マラソン。前田が日本新。 2時間18分59秒で、えー、大阪国際女子マラソンで日本の新記録2時間18分59秒だったと、樹立したということなんですね、女子マラソン、東京五輪代表。まあ本当、マラソンはね、だ男子も女子も新記録、みんなすごいですよね、42.195km ということで。 そして、まあ、最後、き今日も最後になりますけど、おやはりこの、うんさっきもうね、ご紹介しましたけど、こっちか、こっちですね、はい、これは、あちょっと消ました、これだ、これ、これはですね、今度の2月1日に、えーまあ、この新橋方日刊誌、創刊96周年を迎えるということで、 これも指揮,指揮者からですね、いろんなまたメッセージが寄せられていると、さっきはあの法政大学の総長の田中優子さん、そして元外務省の国際情報局長の孫崎宇宙さんのメッセージご紹介しましたけど、この29日月曜日にもお二人乗、うん、ってますけどね、これ、えまあ、ちょっとこちらのほうでご紹介しましょうか。このお写真、顔おですか、顔写真ですけど、もうちょっと。なんか バンダナをねいつもかぶってらっしゃる、今回の自民党裏金疑惑に関して、この日曜版のスクープと一緒に、この神谷宏之さん、鹿児島のですねご出身の方の教授、神戸学院大学の教授でいらっしゃいます、憲法学の教授なんですけど、この方があ検察庁にですね告発をして、まあ、今回のですね大問題に発展してきたわけなんですけど、まあ、その方が。と メッセージを寄せてらっしゃいますので、読んでいます。問題の本質、鋭く見抜く。ということで、えー、っとあ、よくこれも詳しく <coughs> 紹介しておりますので、<coughs> 新聞は型、日刊誌と、今ご紹介しているのは日刊誌と日曜版、これまた別の番組で紹介しています。日曜版、この2つが、一般の報道機関とは違う鋭い視点でスクープを出し、 社会の厳しい監視役を果たしていることをとても評価していますと。神脇先生は非常に評価しているとで、日曜版がスクープした自民党5派閥の政治資金パーティー収入をめぐる裏金事件は、東京地検特捜部が動いて注目を集めました。他にも赤旗には、一般の報道機関が後追いしなかったスクープが多くありますと。 赤旗の記者は世の中のどこに問題があるか、常にアンテナを張り巡らし、他の報道機関が見落としてしまうことも報道しています。桜を見る会をめぐる日曜版のスクープでは毎年、大手メディアも同会を取材していましたが、大手メディアの人たちもこの桜を見る会をですね、取材していたんですけど、問題の本質が見えたのは赤旗記者だけだったのですと。誰もね、この桜を見る会おかしいなってことを 大手メディアの記者さんたちは、まあ、分からなかったわけですけど、赤、ま、田、あ、はそれをです、ねまあ、調べて、ね、ちょっとおかしいなということでスクープを出したんですよね。えー、スクープの他にも国民の運動を伝える記事が大切です。国民の運動、まあ、市民活動というかです、ね、いろんな、ねえー、全国各地でいろんなこう市民の活動があるんですけど。で いかに主権者が頑張っているか、主権者、国民が、ね、主権者ですから、日本の、ね、主権者は国民。で、その国民が、まあ、いろんな運動をしている。で、そのことを伝えている。新聞は多くない。まあ、赤旗はそれをよく伝えていると。で、日本共産党の機関紙ですが、新聞の内容は一般の報道機関としての視点もありますと。党員でなくても赤旗を読み、 その報道を通じて国や社会を知ってほしい。赤旗を購読することで、現実を知り、政治や行政の評価を変えていくことが重要です。ということでこと、この、うん、アメラキ先生がね、えー、メッセージを寄せていらっしゃいます。その上にはですね、これが最後になりたいと思いますけど、うん、これはですね、翻訳家の、こっちか。あ、ちょっとこっち。はい。 翻訳家の池田海翼さんがね、乗ってメッセージ寄せてらっしゃいます。池田海翼さん。あのー、えっと、この、ん ?100 人、えっとね、まあ、作家の方なんですけどね。えっと、もしこの、んなんか OK、すいません。ちょっと今、度忘れしてしまいました。えっと、100人の村だったらってありましたよね。それもすごくベストセラーになったんですが。で、ちょっと本文読んでみます。社会、 より良くする存在だと、えー、自民党の政治資金パーティー収入の裏金疑惑をめぐり、大手氏は検察が動き始めてから本格的に報道してきました。しかし、検察が安倍派幹部らの立件を断念した途端腰砕けになった印象です。一方、赤旗は記者クラブの記者会見などで取材できませんが、記者クラブでないとなかなかああいう記者会見、そういう。 岸、ね、田首相なんかの記者会見出席できないということになっているらしいんですが、できませんが、裏金疑惑のスクープを1年以上前から連発していますと、で私が司会を務めるインターネット番組、これ、デモクラシー・タイムズというインターネット番組があるんですけど、に、赤旗日曜版デスクが出演した際、桜を見る会疑惑でも地道に調査した話を聞き、驚きの連続でした、視聴者にも好評でしたと。 え体制側が知られたくないこと、市民が本当に知るべきことを調査し、報道している赤旗党、共産党議員、まあ、全国にたくさんね、地方の議員の方いらっしゃるそうですけど、がタッグを組み、国会で数々の疑惑を明らかにしてきたと思います。大手メディアが優越的な立場から情報をつかんでも価値判断をしない、さまざまな事情で報道しない中、赤旗は、<coughs> うん、ごめんなさい。<coughs> 政党機関紙の枠を超え、日本のメディア状況をいい意味で変質させてきました。赤旗はソーシャルグッド、まあ、社会に対して良い影響を与えるというような記事が多くあるのが魅力ですと。まあ、日曜版の電子版化を進めているとも聞きますと、まあ、今すでにこの赤旗は日刊紙は電子版があります。同じ値段でですね、あのあの購読できるわけですけど、まあ、それを日曜版も今電子化を進めていると。 まだ電子化わされてないんですけどで、ジェンダー平等、気候危機打開などに関心ある若者に、赤旗が広く読まれることを期待しますというメッセージをですね、寄せていらっしゃいます。はい。ということで、えー、っと、何分あ、そう、時ってしまいましたね。かなえー、っと、今日は1月29日月曜日なんですが、えー、昨日、まあ、28日日曜日と、 今日29日月曜日、この新聞アカの日刊誌から気になる記事をご紹介しました。新聞はえー、と毎日読む新聞赤田、えー、毎日読む新聞カタニュースピックアップ、これからほぼ毎日続けていきたいと思います。よろしくお願いします。